どうもベタです。パンサーやっていきたいと思います。はい、本日はイベントス FC コラボガチャ、こちらをね、追いガチャ100連やっていこうかなと思っております。こちらの追いガチャなんですけども、追いガチャになると SR、PSR が2倍、そしてピックアップが 40% ですので、期待値としましては、まあ 40% のぐらいで確率で、1枚出ると、まあ、このキャラの5体の中の1枚出るという形ですので、まあ、1枚引いていきたいです。そして、まあ、引くならば、追いガチャするならば20連、40連、60連、80連、100連という形で、まあ、偶数回引いた方がいいと思います。まあ、SR はね、やっぱ選択チケットで最終で終わらせた方が多分効率的にはいいはずなんで、今回は100連やっていきたいと思います。ではやっていきましょう。いや、とりあえずね、出てないキャラ出よう。とりあえず出てないキャラ出よう。お、ピックアップの SR 来ましたね。ありがとうございます。ヘリングはピックアップの SR だよな。そうだよな。お、2枚来てます。ありがとうございます。お、今回はそんなに調子悪くないかもしれない。はい、安定してください。お、いいよ。お、めっちゃ出てる。お、いいね。あ、違う、 PSR 来たと思ったら丹羽くんか。マジか。うわー、いきなり PSR 出たと思ったら変なの引いちゃった。マジか。ちょっとこれはないな。これはまさかだな。もう今ピックアップ来たじゃないですか。ピックアップ確定来たんで、あー、これもう PSR 来たと思ったのにな。そう、待って、これさ、すごくないですか。なぜお前がそこにいるっていう。なぜ丹羽くん、今回ピックアップ9枚来てるんですよ。9枚来てるのに、なぜ君 PSR の枠に君だけ来た。そんなにイベントスに混じりたかったの。いやー、マジか。いきなりネタが来ちゃったな。そして、かぶっちゃいましたね、いい具合。はい、では20連目いきましょう。まあでも幸先はいいです。西玉いきなり2個出てるんで、でかいですね。で、夜演出みたいです。夜演出さあ来い。さあ10連目も、まあ2作1枚出ちゃったからな。期待値もう出ちゃったんだよな。おっ、でもね、でも、すごいピックアップされてません？すごいピックアップされてる。いいよ、このピックアップナイスだ。あ、そうか、あれ、そうだ、SR の時は最終 PR ピックアップじゃないのか。そうだな。まあ、PR チケットの方は最終 PR 確定、PR 以上確定と。はい。では、30連目いきます。さあ。いやー、見たいなー。もうあとは PSR 見せてほしいなー。丹羽くん。じゃあ、兄弟出てくるのやめてね。兄弟で出てくるのだけは本当にやめて。マジで動画ネタになっちゃうからね。あれー、始めたっか。まあ。はい、30連目いきまーす。いや、40連目いきまーす。40連目。なんでよね。西玉だ、そうね。最近夜演出減ってません？夜演出減ってるイメージがあって、なかなか、多い、マジか。なんか期待薄になってきてるんですけど、大丈夫か。初めだけだな、本当に。 PR も出なくなってきた。やべえ。はい、50連目。さあ、そろそろ虹生見たいな。そろそろ虹生、初めの10。お、来た。これは確定ですね。 SR 確定、 SR 以上確定です。はい、まあ、PR 確定なんで、ここ。お、1枚。さあ、反転しよう。反転ボンチ。ドラゴン、きついな。あれ、ブッフォンも出てないんだっけ。ブッフォンとボンチが出てないんだな。それを出していこう。はい、60連目いきまーす。さあ来い。夜演出が来ない。なんか演出ちょっとしょぼいっすよね、さっきから。あ、オッケー。抜けてる。で、何枚来る ?1枚か。ドバッと来てくんねえかな。おいー、サツくん。ピックアップとは。はい。では、70連目いきます。早いな。やばいな、これ。全然出えへんやん。まあ、SR チケット出るから、まあ、一応ね、ブッフォンとボンヌッチも確保はできます。おっと、
これマジか。確保はできるんですけど、確保はできるけど、当てたいじゃん。当てたいじゃん。うん。はい、80連目。80連目いきましょう。なあ、なんか物足りないね、このガチャ。物足りない。あれ演出がすごい。なんか頻度変わりました、演出の。うん、もっと前は虹玉とか、まあ、虹玉出てないからかもしれないけど、うん、ひどいなひどいなひどいね。はい、90連目、あと20連しか引けません。今回あと20連しか引けません。で、ボックスがいっぱいになっちゃった。さあさあ、来い。 OK、 虹玉、虹はいった。あ、博士まで行かないからワンチャン行くかなと思ったんですけどね。で、ピックアップ確定ではな、お、2枚、ピックアップ。さあ、安定しろ、安定、安定が来てほしい。おい、11畳、安定、安定、安定。マジか、深海。今回ピックアップ1枚しか当たってないんですよ。まあまあまあ、うん、まあ、もうちょっと出てほしいんだけどな。はい、ラスト100連目。はい、虹確定です。よかった、最後は虹確定ですね。でもピックアップ確定ではない。お、抜けるの。逆に、あー、抜けちゃったか。逆に抜けずに博士が出た。お、2枚。さあ、最後に見せましょう。最後に安定、最後に安定見せてほしい。いきます。さあ、来い。おい、結局 SR の弾が何発か増えただけでしたね。はい。で、まあ多分自分はこれ以上追いガチャはしません。今回追いガチャはしないつもりです。で、今回でチケットで出たもので出てないものをチケットで取りましょう。チケットで取って回収します。回収で、まあ、解放させて、まあ、どれぐらい解放できるかっていう問題もありますが、まあ、基本的に全部保管庫でいいのかな。全部保管庫に投げちゃって、 PR は1枚ずつぐらい置いとった方がいいのかな。 PR は置いといた方がいい。PR は2枚ずつぐらい置いとこうか。 PR はそこそこ置いとく。イグワイン、あー、結構ブッフォンの PR が出てますね。結構ブッフォンが出てるイメージがある。はい、まあ、それ以外はそんなに出てないのか。はい、こいつら置いといて、あとボネッチか。ボネッチの PR を置いて痛いのだが、まあ、意外には結構出てるね。あれ出てない、もしかして。もしかして出なかった。意外は、まあ、で、これを入れといて、あれ、もしかしてモノチがいないな。で、この辺も直しときます。ワインを置いとく。で、クリロナも置いとく。はい、これでいいか。あ、本当にボヌチの PR が出てないかもしれない。はい、じゃあこれを直して、あとは選択チケットで2枚持ってきてって感じですね。あれ、本当にボヌチない。ボヌチの PR 来てない。あ、 PR チケットがあるから、で、とりあえずこれでボヌッチもらって、あとはブッフォンもらって解放していきましょうか。解放していきたいと思います。で、入手順しよう。で、まずはクリロナの PR プラグを作ります。お、全然いねえじゃん。あ、やっぱそんなにいないんか。いないのか。はい、食わせてみます。2解放する。2解放したのであれば PR 使っちゃうよ。いいよ、使っちゃいます。はい、これでもうクリオナ全部食わせます。はい、続きましてブッフォン。あ、ブッフォンはやっぱ相当出てるね。相当出てます。はい、2解放で、7で3解放してほしいけど無理かな。さすがに無理かな。
無理か。まあでも PR 食わせるか。ブフロンもう PR 食わすのいいや。あ、残り1枚だ。博士食わせます、食わせます。いや博士使おう。いや博士使っちゃう。はい、で、ブフォンは終わりで、こいつはまあ正直ね、 SR をもう1枚取ってパラゴにするかどうかな。近い方、近い方微妙だな。追いガチャしないから多分解放っていけないんだろうな。はい、であとはイグワインをね結構当たってるんで、これはできれば、できれば45にしたい。イグワインは、イグワインはちょっと45にしたいですね。3枚だろ、3枚だろ。無理か、無理だな。うん、あ、ちょっとこれは後だ。でもってあとは、イグワイン、そしてあ、もう解放はしたか、解放はした。で、あなたの PR は出てない。あ、1枚出てたのか。1枚出てましたね、すいません、見逃してました。1枚見逃してました。で、 PR を回収して、まあ食わせるだけ食わせてどれぐらいいくかだな。はい、まあ、ボヌッチはねそんなに使うつもりはないので、使うつもりはないから最悪これが5解放すればいい。あ、4解放した、4解放しちゃった。あー、そういうこと。まあいいや、じゃあとりあえずこれはもうそのまま食わせます。いいです、解放させましたが食わせます。もうこれはこれ以上狙わないんで。はい、1解放したら嬉しいな、1解放したら嬉しいです。はい、0でした、残念。で、次イグワイン行きましょう。イグワインで、イグワインはねもうこれ全部混ぜます。で、これ2枚混ぜて39、そして1枚で成功してくれば PR に食わせます。はい、3回放してほしい、ここ3回放してほしい、3回放してほしい、3回放してほしい。いきましょう。1、2、いや、行かないか、行かないか、行かないか。どうしようかな、意外にちょっと迷いますね。意外にじゃあちょっともう混ぜちゃおう。はい、1解放はしよう、1解放はしてください。 OK、 1解放はした。で、あと、クリロナ、クリロナ、ボヌッチは放置、あ、行こうか、あなた行こう、ブッフォン行こう。ブッフォンはとりあえず全混ぜします、全混ぜしましょう。はい、では何解放までするかな。ブッフォン3解放、まあまあまあいいでしょう、まあ9大点で、そしてクリロナ、クリロナはどうだろう、45作っときたいんだよな。はい、いきましょう。さあ2解放しよう、1、2、3、 OK、 3 OK 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 OK。 ではでは、PR をとりあえずこれに食わせるか。イグワイン3枚持ってきます。イグワイン PR3 枚食わせます。イグワイン、イグワインで、イグワインで、これもイグワイン、そして残りの PR はクリロナに使います。待てよ、クリロナとボヌッチか、ボヌッチに使いましょう。はい、これでいいや、これでいく。で、クリロナ1解放してほしいな、ここ1解放したら SR 混ぜます。あー、しなかったのね。で、で、まずボヌッチを PR 食わせて、まあ、使わないけど、まあ、この辺はねちょっと切りのいいようにしておきたいので。はい、ボヌッチ何解放しますか。2解放してほしいところですが、ところですが、1解放、あ、これはもう放置だな。はい、そして、そしてクリロナ、クリロナ、いや待て待て、違う違う、いや、これ2解放してほしいな。ボヌッチ1解放だからさ、
今回は2回放して2回放してほしい。終わらせよう。こうイグアイン、イグアインを2回放。はい、いきます。1、2、 OK、 イグアイン終了。イグアイン終了しましたので、残り SR は4枚残ってるのかな。4枚残ってる。選択チケットが4枚残ってるのかな。4枚残ってます。ごめんなさい、ここか。4枚残ってますので、クリロナ、まあこれはね、まあさすがに欲しいよね。45で欲しいよね。なのでクリロナもらっときます。で、あとブフォンいいです。もうこれ以上追いガチャしません。まあ100連、追いガチャ100連で453体で PSR1、枚で、SR371枚、まあいいでしょう、悪くないと思う。うん、まあやっぱ選択チケットがでかいよね。選択チケット、SRPR が手に入ってくれますので、45で揃えることができました。うん、悪くはない、悪くはない。はい、こんな感じで終わりましょう。で、これで以上で、うん、ボヌチ以外は、うん、45以上作ることができました。まあ今回はね、イベントスコラボはまだもしかしたらもう一段来る可能性はあります。まあさすがに第1弾とは書いてないので第2弾来ないと思いますが、来た時用にね、また石は置いときたいので、はい、これで終わらせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。